よいしょー、皆さんお疲れ様でーす。今日は何曜日でしょうか。水曜日かな。分かんなくなります。私ね、曜日感覚が全くないので分かんなくなってしまいます。ということで、今日も買ってきました。今日はね、マカロニサラダとゴーヤチャンプルとネギタン塩、この辺りでね、食べたいと思います。いやーこの時間待ってました。急いで帰ってきました。皆さんはどうお過ごしでしょうか。だんだんとね、春になるにつれて気分もね、明るくなってきます。ということで、今日もクリア朝日、よし。よし、だー、来ましたね。じゃあ行きましょうか。よいしょ。皆さんお疲れ様です。戻ってきた。幸せだ。ほら幸せだ。こんなに飲めて幸せだ。本当に健康だ。ゴーヤチャンプル食べます。ね、まだ寒いんでね、お湯割り久々二階堂行こうと思います。昨日二階堂に匹敵するね、美味しい麦焼酎見っけちゃったんだけどもね、これは好きなんでね、飲んでみたいと思います。よいしょ。あ、お湯が先だ。お湯だ。よいしょ。うまいね。二階堂も、二階堂もうまいわ。これたまらぬよ。うまっ。最高だわ。これだけで俺は生きてるっていいなって思っちゃう。もう毎日大して仕事もしてないんだけど、これだけで幸せ。もう俺は特別高級なもん買わなくてもいいから、これだけで幸せ。飛び抜けたなんかすげえうまいもんとか別に食えなくてもいいから、もうこれだけで本当に幸せ。本当に、うまい。昔から見てる人はなんで突然彼女が出てきたのかなって思うのかもしれないですけど、考えたのよ、出会った時に。隠そうかなって、ぼっちキャラを
突き通した方がいいのかなって、うん、そう言わないで一人でいるところだけをずっと撮り続けて、晩酌やってればまあ問題ないじゃん、うん、でもしいたとしても部屋に俺一人だけこうやって撮っててそっち側にとかいたりすればいいわけじゃない、それにするかなとかデートする日はまあランドが撮れないんだけど帰ってきて晩酌だけ撮ろうかなとかちょっと考えたんだけど、ぼっちキャラっていうの、うん、でもなさらけ出すのが YouTube なら、さらしてなんぼの YouTube なら本当に彼女ができないんだったらそれでもいいんだけど、彼女が いてそれでダメオの俺が幸せになっていく過程を見せていくとするならば、見せた方がいいんじゃないのかなって思って、うん、それはもう覚悟で決めていきましたね、本当に、うん、まあ途中から見た人はただの中年カップルがイチャイチャしてるだけの動画じゃねえのかよって思うのもわかるんですけども、ずっと昔からを見てる人はそういうなんかこういろいろなストーリーがあってそれを見していってるというか、うん、そうなんですよ、ただ単にイチャイチャしてるとこ見せてるわけじゃなく、うんうん、これからのストーリーを見せてるっていうか、うん、うまいよ。だいたい1日や。睡眠時間が11時に12、5時間、4時間か5時間寝れればいい方、それ以上はもう絶対寝れないんだけど、途中トイレとか行ってるからあんまり熟睡してる気分ないんだけど、やっぱね寝不足っていうのも結構俺あるかもしんないね、うん、本当に暇あれば寝てるもんな、うん、暇がないんだけど目痛いのも寝不足かなみたいな、うん、みんな何時間ぐらい寝てるの？7時間ぐらい寝てんの？8時間とか。俺4時間か5時間どっちかだね、うん、それも酒が入ってる4時間5時間で2日酔い、うん、もう3時半かと思う、もうって思う、さすがにうまいね、うん、うまいよ焼酎、うまいマジで、めっきりご飯もの 食わなくなったもんね、夜前は結構食えたんだけどな、ご飯もんも、あとハイボールは飲まなくなった、完全に、まあちょこっと残ってんだけどハイボール飲まなくなっちゃったね、うん、この酔っている姿にずっと痛いと思う、でも一日中飲んでる時あるじゃん、あん時ってね焼酎飲む気しないんだよ、なんかビールばっかり、うん、ビールばっかり飲んで破滅的な飲み方するから、じゃなくてこのなんだろうな、
楽しい時の、楽しい宴のお供には焼酎だよね。本当に。で、ホッピーもちょっと違うんだよな。だ焼酎が多いお店行きたいんだけどね、ちょっと本当は。YouTube ね、やるにあたって、何個か SNS やめてるんだけど、なんでかって言ったら、もう孤独になる、ならざるを得ないと思って。もう、なんだろうな。人の目が気になっちゃう。ランツモさんとかの昔の友達とか、目が気になっちゃうと、自分を晒せなくなってくるから、だから、何個かの SNS は切って、自分一人になり、とすると、自分一人になれば、この YouTube 見てる視聴者さんだけに集中できるんで、それでね、今頑張っています。だから、本当に、ああ、俺って孤独だなって思う時がある。でも、それしょうがないって思ってる。前はもっとラントマさんとかで遊んだりとかいろいろしたんだけど、今は結構一人でいることが多いし、まあ、彼女は遊ぶんだけども、孤独はある。しょうがない。受け入れる、それは。しょうがないよね、それは。だからそれで、自分の内側を、ここでさらけ出せば、さらすほど、すげえ会いづらくなってくる。友達と。受け入れてくれてる人ならいいけど、なんと思われてるのかわからないじゃん。こんだけ自分をさらしてると、マイナスもプラスも、全部ぶっちゃけてると、あの人そうだったんだ、とか、思われるの嫌じゃん。回れてると思うんだけど、それで惹かれても嫌だし、気使われても嫌だから、なるべくもう、だからそういう、なんだろうな、一人でいるっていうことが多くなってきちゃうよね。なんかね、暗い、陰キャっていうか 分かってくれる人はいいんだけど、ね。じゃあ、締めにこれ、飲んどく行ってみましょうか。大体最近は、おつまみ3杯、ビール1杯、焼酎で3杯でフィニッシュしてる。大体。なんでかっていうと、その辺で留めておかないと、もう二日酔いで走るのが大変なんで。でもさ、前からの視聴者さんはさ、俺が毎日行ってた唐揚げ屋さん、唐揚げとメンチカツ屋さんに食べてるって知ってると思うんだけど、そのさ、お惣菜屋さんっていうか、お肉屋さんに、販売してる女性が、2人美女がいるのよ。で、美女がいて、看板娘みたいな美女がいるんだけど、その一人と最近ね、ちょっとすれ違ったんだよ。ほいでさ、なんかさ、あれじゃん、なんて言うんだろうな、俺突然行かなくなったから、で、ちょこっと喋る間柄であったんだけど、そこまでは喋らないみたいな感じだったんだけど、突然行かなくなって、しばらくして、何ヶ月後かに会って、すれ違った時にちょっと目があったのよ。で、俺、こうやってさ、会釈したらさ、あっちさ、こうやってさ、こう目線見て、ピュッて、目線外れてて、ああ、俺行かねえからそういう感じだーと思って。
そういう感じなんだって。ああ、久しぶり、なんで来てくれないんですかとかさ、来てくださいよとかさ、待ってんのにとか、来なくなっちゃったから、どうしたのかなって思っちゃいましたよとか言ってくれないのに、こうやって見て、ピッて、うわ、無視みたいな、無視されたって。そんなもんだよなって。そんな汚ねえおっさんだよ、俺は。俺は汚ねえおっさんだよ、と思って。うん。思った。うん。もともと何もしなくても、お客さんいっぱい行列できる店だから、別にさ、ね、俺が行こうが行く前が関係ないんだけど、寂しかった。ああいう一言っていうのはあるよね、うん。特にそういう美味しいものを売る店、飲食店の一言。また明日も来てくださいねとかさ、寂しかったですよ、来なくてとか、またお待ちしておりますとかさ、なんかいろいろあるじゃん。いつもありがとうございますとかさ、あれ今日はとか、なんかあの一言ね、一言戦略。あれって重要だよね、本当に。うん、俺思う、本当に。自分のことを覚えておいてくれたんだと思うんだよね。なんかあれが孤独の中年やられちゃうんだよ、うん、あれ先週来なかったねとかやんねえよく言われるんだけど、あれ先週来なかったねとか、明日もまた来てねとか、うん、あれもうどんぐらい会ってないとか、ね、1週間に1回のペースがそんな毎日来なくちゃいけないのかなみたいな思うんだけど、ああいう接客って素晴らしいなと思うよね、本当に。あ、自分をちゃんと思われてるって思うんだよ、なんかね。うん。飲食店は、それ重要だよね。うん、本当に。うん。まあ、そのお惣菜を売るっていうことだけど、販売だからとも言わなくていいのかもしれないけど、ね。無視されるとああってああ無視されたって残念って思った、うん、ああいうところで話しかけられる人はすごいだろうね、うん、これはお湯割り濃い。これは炭酸割りだよ、絶対。ね。飲んどこは。こういうね、果実系を出してくるところは、絶対炭酸割りだよ、これ。これは炭酸だね。アップルもこれはね、美味しい毎日だよ。ありがたい、うん。こんなダメな底辺な自分でもチャンスが巡ってきてるってことは、これはいいことであり、みんなもっとチャンスを掴んでるからこそその生活をしているわけで、俺はもうチャンスをことごとく逃してきて。敗退してきた。敗退っていうか、試合にも出てないかもしれないよね。正しい試合はね。うん。でも今、未来に輝くチケットを持っているから、それをね、使ってね、大きな舞台に行きたいよね。ぜひね。本当に。うん、うまかった。
はい、書くか。メッセージ書かないとね、みんなね。皆さん、今日もお疲れ様でした。ダーン。よいしょ。今日もお疲れ様でした。毎日笑顔。ね。いいことで、じゃんじゃんってことで、ありがとうございました。またねー。じゃん。